皆さんこんにちは。道の駅酒井、店長の高橋です。当駅のレストラン酒井の台所、こちらは県道17号線国道354号線が交差する道の駅酒井の店内にて営業しております。当店では酒井町の新鮮な野菜はもちろん、酒井の豚肉、酒井のそば粉など地元の食材を使ったお料理のご提供させていただいております。その中でも一押しなのが、酒井の豚肉を使った豚のつけそばですね。これはネギがたっぷりが入って地元のそば粉ということで香り豊かで、大変ご好評をいただいております。酒井の豚肉を使ったもう一つの人気商品としてローストポーク丼、こちらもご好評いただいており、女性の方にも大変人気のメニューとなっております。酒井の方にお越しの際はぜひ当店をご利用いただければと思います。よろしくお願いいたします。地元の豚ネギつけ麺そば、とても美味しかったです。生産者なんで毎日来てます。野菜タンメンです。なんか生姜を入れてちょっと変わった味ですごく美味しいです。味もすごくいいです。